こんにちは、プライムハーツです。今回は美容室のカラーとホームカラーの違いについてお話したいと思います。まず配合されているアルカリ剤の違いがあります。一般的に美容室のカラーは髪や皮膚へのダメージを抑えるために自然に蒸発するアルカリ剤をメインに配合しています。そのため匂いは強く感じますが髪に残りにくいというメリットがあります。またツンとした匂いを解消するため匂いの少ないモノエタノールアミンなどのアルカリ剤がメインで配合されています。匂いは少ないのですが髪、皮膚に残りやすくダメージにつながりやすいという特徴があります。以上のことが美容室のカラーとホームカラーの違いになります。よく理解した上でカラーを楽しんでください。では